にちは、ワンダフル放送局でーす。この度、サウンドハウスさんのバンド紹介企画というので、我々ワンダフル放送局のイレンチーからパスをいただきました。ありがとうございます。ここのレンチー、イレンチーありがとうございます。パスいただきました、はい、ギターボーカルのワンです。ベースの雄大です。イエーイ。ギターの伊藤遥香です。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで何を言いますか。ご飯のお供。ああ、私は鶏そぼろです。鶏そぼろ美味しいよね。美味しい。まあ外れではない。僕は明太子。辛いの絶対。なめたけか。なめたけ、新しい。全員ちゃんと、もうそれは美味しいわっていうやつでした、ね。今初めてしましたけどね、ここで。はい、と、はい、いう感じで、はい、あのこんな感じのバンドです。はい、アピールポイント。まあ我々のライブはやっぱり音源そのままっていうのはちょっと面白くないので、まず僕がその日の即興、その日しか聴けないような即興の弾き語りの曲がライブのどこかに入れ込まれたりしておりました。もうライブにその日来た人しか聴けない、その日だけの空間を楽しんでもらえるっていうのがまず、ね、僕からの推しポイントですね。はい、ワンダフル放送局、ドキドキしよう、ワクワクしようぜ、ワクワクしようぜっていうのをね、コンセプトに発表してまして、はい、あれですね、曲に関してはあれじゃないですか、1回聴いたら離れる。そうですね、それはもうめちゃくちゃ心がけて作ってますので、1回聴いたら離れなくなるっていう、これいろんな感じで言ってるよ、うちが一番、はい、そう思ってます、はい、曲を聴いてね、分かってくれたらいいなというふうに斜めに切り取った切り取り方で曲を書きたいなっていう、そこは意識してるので、よかったら聴いてライブに来てください、はい、よろしくお願いします。はい、青春みたいだ、青春みたいだ、あの時気づけなかったんだ、あれは青春みたいだ。ワンダフル放送局から紹介するバンドは、算数ガールでーす。算数ガール。てん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 てるるるるるんみたいな感じですね。はい、まずツイッターが面白い。はい、おすすめにずっと流れてくる。はい、っていうので。あと算数があるというバンド名がマジで天才よね。すごいね、もうこれに惹かれたね、うん、面白そう。えぐっていう歌詞を切り取って美術館に展示したいぐらい美しい歌詞っていうふうに僕は思ってるんで、それにあのね、サウンドも超かっこいい、うん、めちゃくちゃ大爆笑動画を多分作ってくれると思います。高校やと思ったらこの角度からこう来るかもしれない。分からないですけども、はい。というわけで、ワンダフル放送局でした。ありがとうございました。ありがとうございました。